大谷翔平、日本人初のホームラン王獲得について、MLB でこれまで活躍された偉大な日本人選手たちのことを考えると大変恐縮であり光栄なことです。この目標を達成するのに協力してくれたチームメイト、コーチ、スタッフ、ファンに感謝します。素晴らしい成績だわ。コメントも素晴らしいよな。日本人初ホームラン王をね。いつでもどこでも素晴らしいコメント。こんな歴史的快挙にもかかわらず大谷さんらしさ全開やな。だが、そこがいい。まさかメジャーで日本人がホームラン王を取れる日が来るとは、本当に偉大な選手。素晴らしい、また歴史に残る偉業達成。あとはゆっくり休んで早く怪我直してほしい。MVP も確定やな。でも MVP じゃ足りないので大谷賞も設立してくれや。大谷さん日本人初のホームラン王で歴史的快挙なのに、コメントが相変わらず謙虚で気がでかすぎるやろ。自身初、日本人初、アジア人初、投手ではベイブルース以来か。こういう謙虚さだからこそ応援してきてよかった。北米プロスポーツ史上最高レベルの偉業。大谷素晴らしい。なんだけど次顔見れるの MVP 発表番組ぐらい。寂しいな。やはりホームラン王は一つの目標ではあったのね。でも同時に50本塁打、その先の63本は狙ってただろうな。オールスターの時にジャッジの記録を塗り替えたいコメント出してたし、歴史の目撃者になったな。謙虚なコメントの大谷さん、来年はどこのユニフォームを着るのやろか。野球界の常識をことごとくぶっ壊してきた選手なので、この偉業すらも通過点でしかないと思ってる。いつもコメントまで100点なんだよな。あの実績を残してなお、恐縮、なんて言葉が出てくるなんて、マジで日本の宝オブ宝だな。謙虚すぎてもう格が違うわ。大谷翔平のホームラン王確定。日本人で MLB ホームラン王を、生きているうちに見られるとは。怪我もなく続けられたら何本打てたのかは気になるけど、とてもめでたいわ。